工房から何分もないところです。行きましょう、散歩コース。めちゃくちゃ近いところなんですけど、実はこんなものがあります。これは何すか？これはトンバイベイです。トンバイベイです。こういう古い窯のレンガでのあレンガですね、うんうん、でこれを再利用して壁を作っています。うん、そうなんです。これも昔からだったよね。わかる、まず小さいところ。もともとずっと上り窯の窯がやっぱり薪で炊いてあるものなので、単純にただこういうレンガっていうのだけじゃなくて、こういうふうに釉薬が上に乗ったようなテカテカしたものも一緒に混じってます。で、窯って10年ぐらいって言うっけ。ねえねえ、昔はね、昔はね、上り窯10年ぐらいが寿命って言われてるので、その窯を一旦壊してまた登り窯をその同じ場所に作ったりとかするんですけど、このレンガ自体はスカスカになってしまって同じのが使えないので、こういった壁材として使うことが多かったって聞いてます。面白いよね、独特ね、独特。トンバイベイって言うんですけど、トンバイって韓国語ってちょっと聞いたことがあるけど、それは違うかな。わかんない、わかんないか。はい、というわけで割と普通のご自宅の後ろだったりするので、あまり周りは見せられませんが、一枚一枚いろんな表情があっていいですね。このトンバイって今探してもないんですよ。なかなか登り窯でこれだけの薪の灰がかぶったトンバイが出るってないし、すごいですね。有田の好きな景色の一つです。地元散歩の流れで、ここはどこですか？白馬線の時がある。おお、百馬線、初代の、深尾家の、そう、初代李三平さんと同じように投稿集団がいて、深尾家の百馬線という女性のリーダーがその当時いたそうです。で、旦那さんもしっかり焼き物関係ではあったんですけど、早く亡くなられて、深尾家宗伝さんね、その後百馬線と言われる奥様がずっとリーダーをして投稿たちを率いてたらしいです。お、こんな草っぱらが大変なことに。どれかな、大変なことに。これかな、白馬線の豆苗島の案内板。豆苗島か、え、宝刀、宝刀、ちゃんとハングルでも書いてありますね。この下のこれかな、この百馬線だったり初代の李三平もそうなんですけど、この当時にこういう墓碑が残ってるってすごいことなんですよね。そうですね。手前のこの小さい上が丸くて屋根みたいなのついてる、これ実は朝鮮陶工系の記念塔だったりとか、そういう墓碑だったりとか、そういったのについてるっていうふうに言われてます。有田はちょくちょく見かけますね。そうね、あるね。うん、なんかまた次のどこかのタイミングで初代李三平の記念塔もご案内しますね。今度のお彼岸の時かな。今右の階段ちょっとね、うん、前回の動画の分かれ道のところがここにつながる。神山登るとこから。小さい頃じゃここ登ってたってことね。そうそうそう。すごいね。今からどこ行くの？はい、ここは宝厳寺、うちの境内ですね。で、
へえ。お、うわ、早いね、俺早い。無駄かもって。あー、有田は綺麗だもんね。あ、ちょうどあった。あれ、違えろ、もうお墓に花瓶の捨て取らせてろ、もう。昔じゃないさ。花行きの、割れとってないと。便座じゃないかったか。Thank you.